ニクマです。これは以前紹介したエンドウ豆の種まきの様子ですが、この時まいた種が発芽、成長して花を咲かせました。そして花が散った後、スーパーで売っているような絹さやができ、それがさらに成長して実エンドウができました。お久しぶりのヤルクマです。それではこの大きく実ったエンドウ豆を収穫していきます。まずは実エンドウ。同様にスナップエンドウ、ということでスナップエンドウとミエンドウの初めての収穫が終わりました。今年から二畝にしたことで、どちらの品種も予想以上にたくさん取れたのでよかったです。とここまで来たところでカメラが熱暴走してしまい、映像が止まってしまいました。ということで以上でエンドウ豆の収穫を終わります。それじゃあバイバイ。